はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。ですね、ちょっと動画間隔ね、空いてた間、いろいろね、してたと言ってたと思うんですけど、その中のね、一つのまたことをね、ちょっとご紹介しようかなと思います。今コロナでね、結構皆さんもやっぱマスクをね、ずっと、してる、ほとんどの人がしてるんじゃないですかね。家にいてる間はしてないにしても、お仕事されてたりとかしたらね、外行くときは必ずマスクっていうね、いう感じになってると思います。で、今はね、僕だいぶマシになったんですけど、昔鼻がすごくね、悪くて、手術として良くなったんですけど、それでもね鼻炎抱えてるんで、たまにね片方詰まって、もう何片方の鼻だけで一つの鼻の穴から息を全部吸うみたいなね、ことに、結構ね、なったりします。これは多分鼻炎とか鼻炎持ちの人とかね、すごくわかると思うんですけど、そういうことになったりするんです。で、マスクしてたらすごくやっぱ息苦しいっていうのと、あとその片方詰まっちゃうと、そのなんていうかな、一つの鼻の穴からこう空気をいっぱい吸うんで、こうマスクがピチャッとねくっついてね、息ができないっていうか、それ言い過ぎかもしれないけど、なんかすごくね、呼吸しづらくなるんです、マスクがひっついてね。で、特にやっぱり夏場になってくると、マスク自体が汗とか湿気でね、やっぱりこう水分がついて濡れてっていうか、余計ね張り付きやすくなりますよね。あんまり空気を通しにくくなってね。で、そういうのすごく、これはもうコロナ前からですけど、困ってて、で、なんとかねちょっと解決したいなと思って、で、僕 3D プリンター持ってるんで、それでなんとかね、いい解決方法はないかなというふうに試行錯誤を、いろいろしてたんです。でも途中からほったらかしになってて、でコロナでやっぱりね、ずっとマスクつけるっていう状態になって、やっぱりしんどいということで、まだね、なんていうか、その前一回もう中断してたやつをまた引っ張り出してきて、ちょっとね作ってみたんです。で、割とね良かったんで、ちょっとご紹介してね、また僕メルカリの方で 3D プリンターのねアイテム販売とかもしてたりするんで、一応ね、いる人がどんだけいるか分かんないけど、載せてみようかなと思ってね、一応ご紹介の動画を撮ろうかなと思って撮ってます。物自体はね、こんな簡単なものです。それでもね、形はいろいろ試して最終的にはこの形になりました。物としてはね、もうこんな感じね、マジックテープ、ファスナーテープね、ファスナーテープが、ここについてる、ような感じです。で、どうやって使うかというと、マスクね、マスク、このマスクは一般的なあれですね、不織布のマスク、これはね、あくまでも不織布のマスクにつけるタイプですね。で、もともとね、立体マスクの場合はもうそれだけで全然ね、ここに空間があるから問題ないと思うんで、ただ立体マスクやっぱり今でもまだ手に入れにくかったりしますよね。あと、もともと僕がこれ考えてた時は全然マスク売ってた、自分でね、コロナ前ですから、最初思ったのはやっぱり立体マスクちょっと高いでしょ。だからやっぱり箱入りで何十枚とかね、50枚とかそんなんで入った安いマスクでね、なんとかできないかなと思ってね、その快適な状況にね、できないかと思うんで、基本的には不織布のマスクに使うアイテムです。で、感じとしてはね、つけるとしてはこんな感じだから、鼻の下くらい、鼻にちょっと当たるくらいで設定してもらってもいいですよ。後で当たらないようにちょっとね、マスクの中で動かしてもらったらいいと思うんで、基本的にこの辺りにつけるような感じのものになります。で、ポイントとしてはもう密着させないとダメなんで、真ん中ね、真ん中グッと押さえてもらって、ちょっとこうマスクを伸ばすような感じで、両サイドつけます。ファスナーテープのオスの方なんで、不織布のね、繊維に絡んで、こういう風に、止まります。で、不織布の種類によってはちょっとテカテカの生地があったりするんですよ。で、そういう場合はちょっとこのマジックテープガチャ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 って言って
こう動かしてあげると繊維質がこう繊維が立ってくるんでね、あの絡みやすくなったりします。で、まあ、あのメルカリの方でとりあえず販売しようと思ってるのはまあ、ファスあの こういう状態に、ね、本体と一応こういうふうな、ファスナーテープの押すね、2つということで、これをセットにしてね、販売をしようと思うんですけど、もし、どうしてもつかない場合はね、もう両面テープ、これはもうご自身で用意してもらって両面テープを貼ってもらってね、べちゃっとくっつけてしまえばね、いいと思います。まあ基本的にファスナーテープでね、不織布マスクであれば、大丈夫だと思うんで、まあ、あの試してみてくださいね。まあ、いる人はね、はい、で、つけ方としてはもうこのままつけるだけなんですけど、こんな感じでね、こんな感じです。だから今バーがここに入ってるんですけど、意外とねこう不織布のマスクでも黒いやつですけど、あのそんなに目立たないです。でつけた感じで言うとね、やっぱりね、まず鼻のこの辺りにバーがこう来てるんで、ちょっとこれでも下かな、あのバーが通ってるんで、まあ、当然鼻にはべちゃっとこうくっつくようなことはありません。で、喋る時にどうかっていうと、どうかな、ちょっとバーに、場所によってはね、そのバーっていうかこれ自体に、唇がちょっとつくかな、喋ってたら時々つくかなっていうくらいの感じの、これはもういろんな人がいてると思うんで、まあ、そういう場合はあるかもしれないです。だけどどうなのかな、ちょっとこう張っててここに空間が生まれてるから、話はしやすいかもしれない、ちょっとね。で、まあただ基本的には僕はもう鼻の穴を塞がないためだけのアイテムとしてね、まあマスク呼吸補助器具みたいな感じで思って作ってるんで、まあ基本的にはもうその暑さ対策っていうかね、そんなんとか、まあ喋りやすくなるようにとかいうことは、元々の目的ではなかったので、まあちょっとねそこら辺も緩和できるかなという感じのものだと思ってもらったらいいと思います。でもわりかしね、僕はやっぱりもう1日とかつけてるとね、結構しんどくなってきてたんですけど、これつけてねちょっと改善できたんで、まあ出来が良かったんでね、まあ皆さんにね、もしよかったら、まあ欲しい人がいてたらということですけど、どうかなと思ってね。でお値段ちょっとまだ全然決めてないんですけど、もうそこら辺は最後また決めてね、多分値段ももう売れなかった在庫とかで、まあ在庫もそんなに持つ気はないんですよ、もうね受注生産みたいな感じにしようかなと思ってますけど、もうなんていうか、値段はまたそっちのメルカリの方を見てください。どうするか分かんないしね、ただねちょっとねこれめんどくさい、これ物作るだけでね1時間ちょっとくらいかかるんですよ。であとね、これもどうしようかな、もともとねプリンターから印刷されてくると、これ出てきたばっかしね、プリンターからこんな感じで出てくるんですよ。こういう感じね、このプレート土台がついてね、でこの土台をね剥ぐと、やっぱりこうなんていうかな、いろんなものがこういらないものがくっついてるの、このちょっと糸引いてるのもあるんですけどね、こういうのを処理していかないとダメなんですよ。でこれをブチブチっとこう取って、それでもね、結構ねちょっと取ってみましょうか、バリっていうかそういうのが残るんですよね、どうしても、まあ、今ちょっと取ってみますけど、これも数が多いとねちょっとねしんどいんですよね。3D プリンターなんでね、あくまでもその大量生産するようなもんではないんで、はい、まあ、今ちょっと簡単に撮りましたけど、こういう風な感じで、わかるかな、このカメラで、この今ちょっと手も引っかかってるのは、ここのバリね、この反対側の方は綺麗なんですよ、まあ一応ね、こういう風に作ってますから、こういう風にね、だから下の方だけが当然こう浮いてるところにはこう何ていうか仮の柱みたいなのを立ててから、本体を作ってるんですけどね。でこのまあこの糸引いてるのとか、こういう処理をしてから
僕が処理をするとね、一応こんな感じ、処理後のやつがピントが合わないかな、こんな感じ、ね、ちょっとカメラでは分かりにくいかな、まあちょっと小汚くっていうかね、まあ、傷も当然いくんですよ。まあ作業方法としてはカッターとかそんなんでちょっとこう削っていって、あのバリを取って最後ねターボライターで焼くんですよ。でターボライターでちょっと炙ってあげると、あんまりやりすぎると溶けちゃうんでね、ちゃちゃっとやってこうやるとちょっとこう溶けるんですよね。でそれでこうちょっと手で指でなじましてあげるっていうね、そのそうするとこのくらいまでにはなるんですよね。これ分かりにくいけどね、はい、だから一応メルカリで売るときも、もうそんな僕がもうこっちを、まあこんなんやるとどうしてもやっぱりこうなんていうか削った時の削り具合とかでやっぱりちょっとこうなんていうか手作り感が出てくるんですよね。だからまあ一応僕が修正したバージョンのやつ、手を加えたやつと、もう多分人によってはもうプリンターから出力してちょっと多少バリとかこういうね糸とかをこう取った状態、まあ、こんな状態でもう販売してくれた方がいいよっていう、もう後の加工自分でやるよっていう人も多分いてると思うんで、それは2種類ちょっともうメルカリの方置いとこうかと思います。まあいろいろな人いてると思うんでね、触ってほしくないっていう人も、はい、まあそこら辺は選んでね、やってください。ただ出力するだけで1時間ちょっとで、このテイク入るのやったらプラスやっぱりね、どうかな、30分くらい、15分から30分くらいかかるんですよ、なんだかんだ言ってこう全部取ってね。だから僕がやっぱり手加えた方はちょっとお値段高く設定させてもらおうかなと思います。そこら辺は本当にね、なんかちょっとねやっぱり手間がかかるんですよ。だからちょっとそのくらいはね、ちょっと差はつけて、販売をさせてもらえたらなと思います。はい、ということで、まあ、お送りするのはね、こんな箱で入れてねお送りしようと思うんですよ。まあ、中がカタカタ動いちゃうんで、まあなんかねちょっとここら辺はうまくやろうと思ってますけど、はい、ということで今日はね、この僕が作った 3D プリンターの、このなんていうかな、あとアイテムのご紹介なんですけど、本当に困ってる人がいてるかどうかっていうのはね、ちょっと非常にわからないんですけど、まあ、これ結構ねなんていうかコロナ渦中で、まあ、動画休んでお休みしてる間に結構頑張っていろいろ試行錯誤してね、作ったやつなんで、まあもしよかったら、メルカリの方見てみてください。結構いいと思うんだけどな、どうなんだろう、これもつける、あとね一つこうつけるんでね、やっぱりずっとつけてるとねここがちょっと当たってるとこは若干痛いかもしれない、人によっては擦れたりしてね、まあそれも使うようあれだと思うんですけど、であとこの湾曲具合はさっきもちょっと触れましたけど、ライターはダメなんです。ターボライターね、ターボライターでちょっと炙ってあげる、とこれちょっと柔らかくなるんで、このなんていうか湾曲具合は若干調整してもらうことはできます。ただターボライター近づけたら本当に溶けちゃうんで、ちょっと離した状態で火をこう揺らすような感じでちょっと炙ってあげる感じ、ね、でやってもらうとちょっと ほんのりと柔らかくなってくると思うんで、まあ最初から近づけないんで、ね、絶対それだけは注意してください。そうするとここの湾曲具合も調整することができますんで、そこはうまくねやってもらったらいいかなと思います。僕はそういう風にやってます。はい、そのくらいかな注意事項。あとはまあそう、繊維質がねこういう風に通ってるんで、この動きにはすごく強いです。まあ無理やりやったら割れちゃうけど、だけどそんなにすぐ簡単にパキッといくことはないと思います。だけど繊維がこう通ってるもんで、こういう風に力をあんまり加えないと思うけど、こういう風に加えるとおせんべいみたいにパキッと割れてしまうんで、そこはもしね、買われた方はもうちょっと注意してください。で僕は水とかでは洗ってね、まあ衛生的にもうずっとある程度使えるんでね、そんな簡単に壊れるもんではないんで、洗って何回も使えますけど、消毒液とかはねちょっといけるのかどうかはよくわからないです。僕はあんましてないけど、一応 PLA 樹脂ってやつで作ってるんですけどね、
まあ、あの消毒液がいけるかどうかわからないんで、まあ、とりあえず水で洗ったらね、大丈夫だとは思うんで、そこら辺はうまくやってみてください。で、安いマスクでね、安いこの不織布のマスクで、最近この不織布のマスクはね、結構こう100均とかでもね置いてたりするし、結構出回る、割るようになってきましたよね。だからまあこんなあったら便利かなと思って作ってみましたね。本当はね、もっとね大量生産できたら、こんなの100均でも全然ね、なんていうか100円でも高いくらいかもわかんないですけど、もうやっぱりね送料とかやっぱり手間賃がね、簡単にできりゃねいいんですけどね、手間かかるんでね、ちょっとそのあたりはお値段の方はできるだけちょっとなんとかしようと思いますけど、なんぼにしようか迷ってますけど、まあご理解くださいということで、今日は、このマスクのね、ちょっとこう息をしやすくなるアイテムね、まあ呼吸補助器具というか、まあそういったもののご紹介でしたね。また3D プリンターでもいろいろ、まあ僕バイク用品とかバイクにつけるやつとか、なんかちょこちょこしたやつは作ってるんですけどね、まああまりにも僕しか使わないような、アイテムばっかりなんで、あんまりご紹介してないですけど、 3D プリンターご興味ある方はね、ぜひぜひ買ってみてください。意外とね、できますおすすめはなんだかんだ言ってね、やっぱりフラッシュフォージっていうメーカーの、僕使ってるのはアドベンチャー3というね、3D プリンター使ってますけど、それがね結構やっぱり使いやすいかな、なんだかんだ言って。他にもね、いろいろ3D プリンター2機種ほど別に持ってるんですけど、まあなんていうか、本当に最初扱いやすいのはやっぱりフラッシュフォージかなという印象は、受けます。ただちょっとお値段はね、高いっていうか、まあしますけど、まあでももしやろうという人だったらね、そっちから始めた方が、まあ、いいのかなという感じはしたりしてますね。はい、ということで、今日はマスクのご紹介でした。さよなら。